あ、そもそもノリ何やってんの、ノリ何やってんの。石座に怒られてさ、石座に怒られて、俺から盗んだあのケーキは罰として冷凍庫の中で食えって言われたんで、バイオハザードっつう、それで冷凍庫の中で食えとか言われちゃってさ、これから冷凍庫の中で石井さんからパクったケーキ食おうかなと思ってさ、ね、このね、ちょっと待ってね、こちらどう思うかな、こっちや、こちらね、サービー罰ゲー、こちらね、ズコットのケーキパクりました。ズコットのケーキ、あのね、高さなんですけど、ハイチュウと比べるとこんな感じですか。結構でかいよね、ハイチュウのね、3分の2、どれぐらいだ、3分の1ぐらいの大きさね、3分の1ぐらいの、ね、大きさでございます、ね、冷凍花悪化する、誰かね、あの冷凍庫から出たら温めてください。石井さん流に言うとね、あれだよ、誰かね、冷凍庫から出たらね、温めてくださいね。そういう言い方しない、石井さん、温めてくださいね。ではね、石井さん、ちょっといただきますね。初めて食べるケーキで寒いんですけどね、いただきますね。ちょっと待ってね、まずね、ちょっと待って、そう、聞いてる？何を？ナチさん面白いしね。なんだ、何だよ、ちょっとごめんね、見逃しちゃって。アイスケーキじゃない、ちゃんと解凍したんだよ、ノリ。これね、石井さんにこの前買ってもらったやつはこれで、俺は、このなんだ、ズコットと、このモンブランをパクりました。うん。パクったよ。もう冷凍庫、みんなさ、ちょっと待って、冷凍庫見てくれる？見て、こんな空っぽになったよ。全部出て、見てこれ。こんな空っぽにしたよ、冷凍庫。ほら。こんな空っぽです。こんな空っぽでございます。でね、これ、誰かね、待ってね。だから、チーズが好きな人いたら言ってね。チーズが好きな人見て。ゴーダーチーズもあるからね。ゴーダーチーズもあるからね。うん。うん。また大量に入れるよ。よし。じゃあね。寒くて、凍っちゃうね、これね。何？ツーパック？二個パクったか二つ食ったら豚になります、豚に。誰かが、俺がさ、あと5キロ太ったら付き合ってくれるって言うからさ、頑張って太るんだけど。あ、ヨコちゃん、どうも、こんにちは、ヨコちゃん。こんにちはでございます。俺、罰ゲームでね、冷凍庫の中で、ケーキ食うとこなんですよ。冷凍庫いっぱいになりますんで、ちょっとね。石井さん、ちょっとじゃあいただきますね。そもそもなんでパクった、いや、石井さんがせこいこと言うから。だってさ、ケーキをさ、2200円ぐらいで買ってさ、紫のパンツよこせって、パンツが2600円すんだよ。ケーキよりパンツの方が高いんだよ。で、まんまるちゃんで、こんにちは。ちょっと石井さんからパクったケーキをちょっと食べますんでね、ずこっとね。俺は甘いもん好きなんだけど、やっぱりさ、甘いもんとやっぱりビールが一番いいんだな。ね。バンチの方が高いんだよ。このズコットのケーキって結構美味しいんだよね。ね、石井さんね、いただいてます。結構なんか思ったのと違って、俺生クリームいっぱいは嫌いなんだけどさ、大丈夫だよ。美味しいんだね。今、1スタやってるんで、ぜひね、入札してもらえばと思うんだね。あとね、一番ね、人気なのがね、寒い。一番人気なのこれね、タモリ、これミルクレープどうだった？ミルクレープ、タモリ。これ。ミルクレープ。これどうだったこれ。これ。ちょっとインスタ流にすると、こういう感じ？インスタ見て、なんかみんなこういうのやるね、これ。やんないこれ。
サミー。あ、モンブランもね、パクったんね。これラップに来るんだよ、これ。ラップ。石井さんからパクったん、これ。ラップに来るんだよ。ミルクレープ、口溶けがいいんだ。ああ、味見したい。味見したい。味見したい。しょうがねえな。しょうがねえな。味見させてやろうかな、じゃあ。味見、はい、どうぞ。どうぞ。どうぞ。ミルクレープ。ミルフィーユっすよ、このミルフィーユ。ザミー。ほんとにザミー。頑張るよ。こんな感じでございますね。寒いね。うん。あんじゃないよ。なんかやってんじゃないの、ノリ。うん。まるまるちゃんね、食べたい。ね、そんな感じでね。もしよかったらね、ね、もしよかったら、みんなね、あれですよ。なんだっけ。お昼ご飯これ。もしよかったらね、あれを、ケーキとかご購入の方にね、これね、いらねえね、リコッタチーズとかあるんでね、差し上げます。いらねえ、リコッタチーズとか。もぐもぐ、あれ、ミルクレープじゃない。そう。ミルクレープじゃないですよ。この、あれを、リコッタチーズとか差し上げるんで。リコッタチーズ、誰かあれかな、あれやんねえかな。なんだっけ。パンケーキとか作んねえかな、パンケーキ。リコッタチーズで。しかし、サビ。いらねえとか言わねえの。何がいらねえの。あとね、これね、こいつ見て、これさ、え？正しい。何を言わねえの？ね？あれ、ミルクレープです。もぐもぐ、あれ、ないんだよ、ないんだよ。え？これね、俺がね、このタルトにも形が悪いんだけど、俺がさ、プランニングして、ブランディングしたね、これタルト、これ、なんだ、頭が回らない。寒くて頭回んねえよ、全然。これ。このチーズタルト、俺がブランディングして、商品化して、無添加のチーズタルトでございます、これ。ね。寒くて頭もあんねえよ。寒いんだよ、マイナス18度あるんだぜ。マイナス18度。マイナス18度だよ、ほんとに。ブランディングして、これ。ブランディングして。うん。そんな感じでございますんでね。ほいでね、あ、リコッタチーズがいらねえの？ん？せっかくさ、ケーキ溶かしたのに、また凍っちまうじゃねえかよ、また。あ、もうダメ。もうダメかもしんない、もう。そろそろね、仕事に戻るよ、もう。え？罰ゲームだからしょうがねえな。石井さん見てくれてるか、石井さん。これ石井さんに出ほしくない、石井さん。これだね。これあれ、こういう感じだよね。でも今日は、面会に来てくれて、ありがとうございます。面会に来てくれて。俺もね、別に悪いことしたわけじゃないんだけど、ちょっとね、捕まって今ね、起訴されてます、起訴ね。差し入れとかね、今度来るときに、よかったらフライデーとかね、持ってきてもらえたらなんて思うんですけどね、差し入れとかね。はい。ちょっと面会時間5分しかないんで、あんまりちょっと話すことができないんだけど。ねえ、そうじゃ感じるね。ベニちゃんね。あちさん、こんにちは。差し入れケーキでお願い。差し入れケーキでお願いします。その棚、ベロって舐めて舌がくっつくからって。大丈夫です。くっつきません。大丈夫でした。溶けました。あとで消毒しとこないと怒られちゃうからね。そんな感じでございましたね。はい、もうそろそろ時間ですか。うん、そろそろね、時間だって言われたんで、また面会に来てもらえればと思うんだけどね。うん、俺は何も悪いことしてないから。なんだろう。ちょっと、何やったとか聞かないでくれる。ちょっとね、うん、俺はなんだろう。隠し撮りしたって言われてんだけど、隠し撮り、うん、
言われてんだけどさ、そんなこと俺してないから、本当にしたの石井さんだから、俺じゃないからね。石井さん捕まってないけど、ばんちゃんね、ばんちゃん、ばんちゃんも面会来てくれてありがとうね、ありがとうね。俺隠し撮りしてね、隠し撮りしたん石井さんだから、石井さん俺じゃないから絶対。でもね、石井さん逃げたんだ、逃げた石井さん。神戸さんね、こんにちは、神戸さんね。ケーキ二つ、あ、ケーキ、そう、石井さん逃げてね、怖いからってね、あのね、ピーマンがケーキ二つパクったとか言ったんだよね。うん。出所はね、あとね、交留期限がね、4日ぐらいあるんでね、4日ぐらい。それ待ちです、まだ。うん。ちょっと待ってね、お客さん来たかな、ちょっと見てくれ、お客さん来たかな、1時に来るって言ったからさ。冤罪、弁護士さんよ、お金がなくて弁護士呼べないんです、お金がなくて。あれで、法テラスにお願いしようと思ってね。ノリさん、法テラスにちょっと、お願いしに行ってください。うん。エンジさんね、ありがとうございます。ちょっと、補助金見よう、ちょっと頼むよ。着替えね、オーバックとかね、オーバックとかでお願いします、オーバックとかで。その前にさ、ちょっと聞いてくんね。大変なことが起きたんだよ。ちょっと寒いからさ、ちょっと戻るけどさ、ちょっと大変なことが起きたんだけど、聞いてくんない？ちょっと待って。